ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。インカレの女子決勝トーナメントが準々決勝まで終わり、ベスト4が決まりましたので、そちらをお伝えしたいと思います。まず第1シードの早稲田大学のブロックは、立命館大学が大躍進。早稲田大学、日本大学をともに 3-2 で下し、ベスト4進出を決めました。第4シードの東京富士大のブロックは、2019年に準優勝の実績を持つ東洋大学がベスト4に進出。準決勝では立命館大学と対戦します。第3シードの専修大学のブロックは、準々決勝で専修大学を下した愛知工業大学がベスト4入りを決めています。第2シードの神戸松蔭女子学院大学のブロックでは、春季関東学生リーグ優勝の中央大学を、春季関西学生リーグ優勝の同志社大学が3対1で下し、その同志社大学を下した神戸松蔭女子学院大学が準決勝進出。愛知工業大学と対戦することとなりました。試合は全試合ラブライブで配信されているので、そちらでぜひライブ配信をお楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。ラリーズ。